日本四国地方高知県土佐郡土佐町土佐町は高知県北部中央土佐郡にある町四国山地のただ中吉野川上流域にあり四国の水亀と呼ばれるサメ浦ダムがある町内風景土佐町は四国の中央部に位置する山に囲まれたところで面積の85%が山林である平均年間降水量は2500ミ、mm、リメートル 吉野川の源流域にあたり、サメウラダムがある。標高300から500メートル、土佐町で最も高い山の稲村山は1506メートル。山地河川湖障町長町議会郵便番号は以下の通りとなっている。国内農業標高差のある地形や、昼夜の寒暖差を生かした農業が行われている。棚田があり前が主要生産物で、畜産、酪農、野菜と続く。 特に地蔵寺川南岸の肥沃な土地にある棚田では、良質な米が取れる。ISO14001 の認証を取得した農家などが、化学肥料の使用を控え、土佐町対比センターで作られた肥料を使い、原農薬による米作りや園芸野菜作りを行い、冷北パスサイのブランド化にも取り組んでいる。高知県農業共同組合の冷北支所があり、直販所、 A コープと佐が併設されている。畜産業畜産業では和牛の産地で土佐赤牛や冷北ビーフとして流通している。落農も行われていて冷北高原牛乳として出荷されている。これらの畜産業から出る廃棄物などを堆肥センターで処理し、肥料として利用し環境保全型農業に取り組んでいる。林業林業が盛んで冷北材の産地である。 江戸時代には、土佐藩の財源として厳しい山林制度が敷かれ、管理の行き届いた山が多くあった。土佐町の林野面積は18,117ヘクタールで、そのうち82%が杉、日の木の人工林。土佐町を含む霊北地域で育った杉は、中心部が赤色を帯びるのが特色で、赤見杉、土佐の赤杉として知られる。高知銀行高知銀行は、 霊北支店を置いているほか、持続可能な開発目標をまちづくりで重視する、土佐城の SDGs 未来都市計画と高知銀行の公銀 SDGs 宣言の連携を図るための協定を締結した。中継局土佐町立土佐町小学校と土佐町立土佐町中学校は併設されており、連携している。道の駅土佐サメ浦空港町内に空港は存在しない。 最寄りの空港は、高知龍馬空港。路線バス高速道路国道県道雨帰りの、滝瀬戸川渓谷祭事祭,祭。事。ありがとうございます。